385型は、日立製作所が、イギリスのアベリオスコットレール向けに製造した、近郊輸送用の電車である。スコットランドのエディンバラグラス号館の電化計画の一環として導入され、2018年7月24日に営業運転を開始した。2015年3月、日立製作所傘下の日立レールヨーロッパは、オランダ鉄道傘下のアベリオ社より、 イギリススコットランド向けの385系、電車234両の納入と10年間の車両保守事業を受注した。2015年11月に最初の編成の製造を開始。最初の7編成は山口県下町市の笠戸事業所で、残りの63編成はイングランド北部ダラム州のニュートン・エイクリフ工場で生産される。車両設計は 日立が展開するセミオーダーメイドタイプの標準均衡車両 AT-200 をベースとしており A とレーンの規格を用いたアルミニウム合金製車体を採用する編成は全面貫通型の3両編成または4両編成で並結により最大12両編成での運用を可能としている車両の基本構造は800型とほぼ同じであり走行装置と 客室設備の共通化により、コストダウンが図られている。385系の導入に先立って電化された、エディンバラグラス号館のほか、スコットランド内の核電化路線にも投入される。当初は2017年12月の営業運転開始を予定していたが、全面ガラスの局面加工が、信号確認に支障をきたすとの乗務員からの指摘があり、 これに対応する設計変更の期間を要し、2018年7月24日からの運用となった。原因として、これまで納入された3 9 5系8 0 0型は、電車のモップアップが作られて、確認作業がされていたが、納期の期限が短かった385型は、確認をバーチャルリアリティ技術を用い、確認作業をコンピューターの画面上で行い、 実際の素材を使わなかったことで、納期短縮はされたがコンピューターでは再現されない部分が見落とされていた。800型と385型に4月に、台車の安定増幅装置用ダンパーに深さ最大15ミリの亀裂が発見されたのに続き、5月には車両本体を持ち上げるジャッキングポイント溶接部に深刻な亀裂が見つかった。ありがとうございます。